こんにちは。今回は明石にあるリーファオリジナルリノベーションマンションのご紹介です。今回は実際にプランしたプランナーにいろいろとお話を聞きながらご紹介していきたいと思います。まずは玄関から。マンションなのですが広々とした玄関ですね。はい、ここの空間までが洋室だったんですけど、洋室にエアコンをつけることができなかったのでシューズクロークとクローゼットに変更しました。玄関って意外と収納するものが多かったりとかするんですよね。それと店舗みたいにお気に入りの靴をディスプレイしてもらうような感じで使っていただけると嬉しいです。次はクローゼットをお願いします。はい、こちらが先ほど玄関で説明した通り残りの空間になっています。こちらには工夫がありまして通気ができるように上部を開けています。クローゼットって空気がこもりがちなので湿気が結構多かったりとかしますね。こちらは洋服だけじゃなくてお布団もしまえる収納になっております。十分なスペースを確保されてるんですね。はい、書斎スペースがありますね。そうですね、やっぱりオンとオフの切り替えはできる女性には必須のスキルですよね。はい、仕事モードみたいな感じかっこいいですよね。確かにここは仕事だけではなくて本を読むのが好きな人は読書スペースとして利用したり癒しの空間としても使えそうですね。そうですね、こじんまりした空間なので妙に落ち着きますよね。わかります。次はトイレですね。全体的に色のトーンを揃えてトイレだけど妥協しない内装です。収納棚も可動式になっているので箱やケースでしっかり収納できます。トイレにもこだわりを持ったリノベーションになっていますね。洗面スペースは今回のおすすめポイントでもあります。ポイント3つあります。まずその1、洗面化粧台は人気の造作です。できるだけスタイリッシュにスッキリとした感じで作りました。お化粧するにも大きな鏡は必須ですよね。その2、収納たっぷりできる作業台です。洗面スペースも何かと置かなければいけないものって多いんですよね。その3、室内干しができるランドリーバーです。最近は花粉や黄砂で屋外に干せない時期があったり、お仕事で帰りが遅くなった時、せっかく洗濯干したのにってありがちなんですよね。それとここからなんと寝室に行けちゃうんです。こちらは浴室です。きれかったので特に変えてはいないんですけど、普通のお風呂です。お風呂の間にちょっと洗濯回してお風呂上がってスキンケアして洗濯干して、はい、誰にも見られないバスローブだけでそのまま寝室に移動。楽活できる動線になっています。家事は楽してなんぼっていうところ分かってもらえます？疲れた時とかってお風呂に入ってそのままゴロンってしたい時ってありますよね。そうですね、ベッドにドーンって行きたくなります。寝室からもリビングに行けることができます。このキッチンおしゃれですね。これはハンセムというメーカーのキッチンで、セミオーダーで自分好みのキッチンにできるんです。家電収納どこ置くのって思いましたよね。はい、家電収納置かなくていいのです。このハンセムさんのキッチンは先ほどもお伝えしたようにセミオーダーでできるので収納もたっぷりにしています。見た目も高級感があり機能的でおすすめのメーカーさんです。キッチンもイノベーションの大事なポイントの一つですよね。もちろんです。開放感が半端ないリビングですよね。開放感は半端ないですよ。このお部屋の見どころなんです。イノベーションする前ももちろん良かったんだけど、ここまでの開放感はなかったんです。キッチンに立つとお部屋全体を見渡せる開放的な LDK の眺望をお友達にも自慢できるでしょう。お友達とホームパーティーや大切な人と充実した時間を過ごしていただきたいです。リノベーションをするとお友達とかに綺麗になったお部屋を見てもらいたいもんですよね。そうですね、このスペースいいですね。ここはビフォー写真を見てもらうと分かるんだけど、出窓のようなちょっと腰掛けるようなスペース、潰すことができないベランダからの出っ張りがありました。よく言えばですよ、今で言うヌックスペースと思ったんで本当の意味でヌックスペースにしました。
ちょっとトレンドになったヌックスペースってご存知ですか？はい。ヌックスペースとは、本を読んだり、お昼寝をしたり、さまざまな使い方ができるこじんまりとした空間のことですよね。おお、素晴らしいですね。よくお勉強されてます。ありがとうございます。ちょっとしたネットスペースを有効活用しているって感じですね。そうですね。ここはニッチがあって、小物や本を置くこともできます。そしてこのテーパーにはブランケットとかが収納できるようにしています。この窓とこの窓は二重窓になっています。暑さ、寒さ対策もしっかりできています。お天気のいい日はここでお昼寝もしたくなっちゃいますよね。確かにこれすごくいいです。実は家の中でこういう空間が一番落ち着く癒し空間だったりしますよね。そうですね。今は窓リノベという補助金を使ってお得にリノベーションをすることができますよね。そうですね。補助金を使ってぜひ取り入れてください。いかがでしたか？プランナーの考えが詰まったリノベーションだったでしょ？仕事に、恋に、友情に、ファッションに、女性のためのリノベーション、女性が自由に自分らしく生活できる住まいをコンセプトにしています。私はインテリアデザイナーとして、デザインだけではなく室内の空間を総合的により過ごしやすく快適な空間を作り出すことを目的としています。お客様の生活のお悩みや趣味、思考をお聞きして、ライフスタイルに合わせたご提案をしています。そしてリーファはリフォーム、リノベーションだけではなく、インテリアのコーディネート、整理収納、住まいを変えることによって必要不可欠なことをサポートし、これからもお客様に寄り添って自分らしい住まいを過ごしていただけるようにと日々笑顔で活動しています。お問い合わせは概要欄まで。